男女共同参画推進の拠点として平成18年に開館した男女共同参画交流センター。これまで各種相談業務や講座の開催、図書の貸し出しなど数多くの啓発事業を実施し、性別に関わりなく自分らしく生活できるような社会づくりを推進しています。3月27日には子育て世代を対象とした親子フェスタ2011が開催されました。これはイベントを通して夫婦や親子の絆をより深めてもらおうと県が主催したもので、会場にはおよそ1300人の親子連れらが足を運びました。親子&キッズファッションショーでは50人の子どもらが可愛らしいポーズを披露し、お父さんやお母さんは我が子をカメラに収めていました。また不要になったおもちゃ絵本を交換し合うエコックル広場や、親子で手作りおもちゃを作る工作教室、お父さんと一緒の広場などが設けられたほか、助産師さんの何でも相談のコーナーでは相談者が助産師さんと真剣に話す姿も見られました。普段は全部こう妻に任せてしまうので、ね、まあ手助けとはいかないですけど、まあ、一緒に遊ぶことはできるなというのが分かりました。毎日の生活の中でこう男性の手伝いがある方がいいと思います。もともとうちは共働きなんで、日曜日は一人で娘二人を見てるんですけど、こういう外で遊べる機会があるのは本当にありがたいです。はい、この施設は広く県民の方に自由に利用していただく施設でございます。その中で、こういった家族のコミュニケーション、子育て支援でありますとか、男女共同参画の講座等を実施しております。今後も重点的にやっていこうと思っております。男女ともにこの施設を大いにご利用いただきたいと思っております。女性と男性がお互いを尊重し合える社会は理想の社会です。このような催しに積極的に参加し、共同参画の輪を広げてみませんか？